ゆきこんこ、ゆきこちゃんの中の人です。プレイステーション4版ホールアウト4ゆきゆき実況動画続きを開始したいと思います。ついにダイヤモンドシティに念願のマイホームを購入しました。私の持っていた全財産4000キャップの半分の2000キャップでマイホームを購入することができました。結構広いお部屋です。こちらがはしごがついていてロフトで寝室、ベッドもなかなか綺麗です。ごめんなさい、女性なのでやっぱり綺麗なお部屋にこだわってしまうです。あ、なかなか、あと天井もすごい高い。で、あとちょこっとですが向こう側、こちらガレージ、ちょっとお掃除いたしました。分解しただけですが、ライトつけると明るくなるかな。まだ材料が全然ないんで、いっぱいジャンク品を集めてきて、ここに、このワークショップに移したいと思います。あれ、ここからも出れるです。ダイヤモンドシティになってる。今を見てハウジングして完成しましたら動画の方をアップして紹介していきたいと思います。あ、外は現在12月25日、ちょうどクリスマスです。やられたな。メガ整形外科センターのドクタークロッカーに会ってこい。あそこは魚だか。とパワーアーマーをここに置きっぱなしにしてたので、あ、そういえば向こうの方にパワーアーマーの作業台ありましたね。あそこ購入したお家の前だったので、おパラディンダンスが喜んだです。あ、あったあった、ここです。あれ、これもしかして、あ、すごい、マイハウスのすぐ横です。あ、ポストまである。すごいです。じゃ、ここにも部品、いろんな部品とかも今度持ってきましょう。オーマイガーって言われました。そうです、これ BOS 製です。では、このクリスマスの飾り付けも見納めとなります。もうすぐ26日になっちゃうです。すごい素敵でした。本当にダイヤモンドシティは温かい街だなと思います。それでは任務に向かいたいと思います。高性能マグネットを見つけ出し
ちらは、アタフィタンボートハウスが近いので、ここからペナントここから歩いて行ってみたいと思います。そういえばエルダースクロール4オブディビオンでも購入したマイハウス、一番すごい栄えているテートのところのマイハウスも確か、ちょっと単位はクラウンだったか、ちょっと単位の方は忘れちゃったんですけど、2000で同じ値段で購入したです。で、一番オブディビオンの世界の中で一番狭いお部屋でした。うん、いきなり妖怪が、猛獣が待ち構えて、あ、2匹も、まずい、国境地のすぐ助けてって言ってる。防衛になってるかな。最後ここの入植地を解放したところでパーティーナースの好感度が最大値になったところだと思います。では姫のところに向かいたいと思います。こっちかな、装備、うん、ブラッドバムはいる。パワーフィストはそうだよね。帝国の、剣があったの置いてきちゃったね。何やってるんだろう。私、荷物が重くなっちゃって。マイハウスのワークショップの中に武器入れてきちゃったです。いるな。ミュータント、ミュータントといえばパラディンダンスの宿敵です。パラディンダンス、あんな遠くに、準備完了だ。ハンドガンで行くしかないです。まずいです。爆弾持ってるのがいる。苦手です。一旦音で引かせて、先に爆弾、先制攻撃です。よし、倒した。生身できたら、死んでま、逆に死んでました。特攻兵でしょうか。本当に危険なミュータントです。人造人間がいる。メッドフォード記念病院。あそこで人造人間何してるんだろう。いたいた。
とあそこはインスティチュートのクエストかなんかで来るんでしょうか。よし、ここが病院、突入したいと思います。いろんな、モンスターから剥ぎ取った素材が入ってます。ミュータントだ。こわ、見た感じなんかミュータントの巣窟っぽいですね。先制攻撃です。あ、爆弾のやついる。ピッピッピッっていう音が。あ、来た来た、あれだ。パチッ、えい。よし、私の爆弾が先でした。伝説のスーパーミュータントがいるです。普通のもいる。あ、いたたたた、痛いです。伝説の結構減ってます。ヘイするかな。あ、倒した。ヘイはしなかったです。乗ってる銃すごい、ね、連射速度速いですね。上にも、全く当たってない。パラディンダンス強すぎます。ほとんど倒してくれてるです。さすが私上司です。あ、ここ登れる。あ、いた。あー、細い。あ、やった。ペ、あ、あれ、伝説のスーパーミュータントなのにドロップなし。そんな悲しいです。前も